日本ハム1・3楽天25日エスコンフィールド日本ハムの鍵谷陽平投手34がエスコンフィールドで引退試合に登板試合後は引退セレモニーを行い仲間の手で3度胴上げされた写真女優妻から花束手渡し笑顔で見つめ合う姿が素敵すぎる花束贈呈には栗山英樹し昨季まで同僚の上沢直行も登場 セレモニーの最後には多くの関係者が球場の特大モニター越しにメッセージを送る中で、最後は鍵谷と同期入団のドジャース、大谷翔平投手が登場し、ファンが湧いた。ビデオメッセージには中大時代の先輩で自主トレを共にしてきたロッテ、沢村も登場。寂しさ100%です、と語ると、ダメだ、と涙を拭った。先輩の宮西。 同じ北海道出身でファイナルピッチの保守役を務めた伏見、観戦に訪れた女優で妻の青谷優衣も涙が止まらなかった。鍵谷はマイクの前で挨拶仲間と家族の存在があったからこそ、ここまでできました。本当にありがとう、ファンの皆様、僕のような選手にたくさんの拍手をありがとうございました。本当に力になりました、と感謝を述べた。